で、ここが20万ぐらいだからなんかどんどん開いてきたね。 HKT チョイツリーさんバラありがとうございます。セーラー服みたいよ。一応セーラー服だよ。今日の髪の毛のスタイリストさんは、石橋ゆきちゃんですまた髪の毛メスでもつなべ食べて心身なのです。めちゃ食うやんそういう気にごめんねって言ったらいいよ、よくママのお家行くしって言われた。今日はね、この巻きは自分でやったんだけど、この編み込みの部分をいぶきにやってもらった。最後にセーラーに着替えたの。そうだよ、つけてもこっちが見えないんだよね、配信じゃ。あ、やばいやばいやばい。テンさん、レインボースターありがとうございます。大分旅行が帰宅な。お、お疲れい。もうこっちにするとハードが逆になっちゃうんだよね、ジレンマ。明日のもう配信時間は決めました。勝手にファンの方が送ってくれてた25分×6プラス30分1の枠のやつを勝手にもう組みましたので、後で出します。もうマネージャーさんにも LINE のあれやってもらったので、一番最初の枠は、なんと5時から配信します。クリアちゃんオール確定です。でもちょっとこれぐらいしないと多分明日で差が開きすぎて正直ちょっと追いつけない感がすごいので。でもさ、そう、今日ファンの方とも握手で喋ったんですけど、なんていうの、多分最終日までに差が開きすぎちゃうとやっぱりこうなんだろう、あんまりこうイベントやったことない人とか多分あもう無理だって思って多分諦めちゃう人とかも出てくると思うんですよ。だからなるべく最終日までに差を縮めておきたいなと思って、でも一番最初のあれきついから、まあ最悪もう皆さんはさんの最初のもうあれとかだけで大丈夫、なんか最初は普通に星投げるだけで大丈夫。しゅんさん、ケロッピありがとうございます。たもちゃん、シナモンいっぱいありがとうございます。全身見せて、さっき全身一瞬自分で配信始める前に立った時見えたけど、あの足しか見えなかったので嫌です。バクトラさん、シナもありがとうございます。でも見せづらくない？コメントが読めなくなっちゃうんだよね、あまりに離れすぎると。アジシネクさん、ポチャッコありがとう。ココロちゃん、ハーティャッコありがとう。あ、アジシネクさん、ポチャッコタワーありがとうございます。ありがとう、わーい。横になると嫌だ。星投げ頑張ってくれた人の言うことしか聞きません、私は。ペン使います。レイくん、レインボースターありがとうございます。足だけで十分です。やだキモい。どのポチャッコにしようかなオッケー、あれだな、ビーマンさん、ハーティャッコありがとう。キュン、サンリオゲストはクリナさんに食べて投げた。うん、ありがたい。なんだろう、鉄牛さん、鉄牛さん、ケロッピーいっぱいありがとうございます。ユッタンさん、レインボースターありがとうございます。
キモいって言われるんで好きですっていうのがキモいです。テンさん、クロミありがとうございます。シナモンありがとうございます。サンリオタワーより10連お願い申し上げます。そう、10連の方がポイントが高くなるから、同じ額投げたとしても。なのでもしよかったらお願い。ケロッピたくさん打ってる。ケロッピいっぱいありがとうございます。コウメイさんハーティアックありがとう。キュン。ゆずパパ、星レインボースターありがとうございます。コロちゃん、シナモンありがとう。元隊長さんもシナモンありがとうございます。ケロッピミさん、キラクさんありがとう。古川ムニタルさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。小田さん、ほらありがとうございます。正義さん、元隊長さん、心ちゃん、いっぱいキャラクターありがとう。近くのレナレナでハッピークリナを見ててハッピークリナ見てたの、ありがとう。グッチさん、キャラクターありがとうございます。古川さん、え、古川さん投げてたの？リュウさんとこに。オタクじゃん、完全な。オタク側に行ってるじゃん、もう。タモちゃん、クロミありがとうございます。ちょっと一旦ポチャッコ取ってくる。ちょっと待って、ほらほら足だよ。お前らの好きな足やぞ、ほら喜べ喜べ、足やぞ。よいしょ、足見せたんやから星投げ頑張ってね。喜んだ時ギフト投げちゃうよ。え、嬉しい。嫌な足の見せ方、雑な足の見せ方。見せてもらったのにそんなこと言うのか、おめえ。それはひでえぞ、それはなんともひでえぞ。見せたのに。HKT チョイスおじさん、なんだっけこれ、タキシード様ありがとうございます。タモちゃん、プリンありがとう。ビタミンチカワさん、ケロッピありがとう。元隊長さん、かわいいありがとうございます。ムニタルさん、いっぱいキャラクターありがとう。古川さん、貢献度ランキング11。怖いいや、怖いっぱい言っちゃダメだよね。そうだよね、おしめにそれ見つけたくなるのは当たり前だよね。うんうん、しょうがないしょうがない、そういうこともあるさ。ビタミンちくわさん、どんちゃん、キャラクターありがとう。メイタルさん、レインボースターありがとうございます。グッチーさん、ハテヤッコありがとう。結構タワー取ってた。本当はでもタワーよりいっぱい充電した方がいいんだよさっき言っちゃったけど、今日はスイマに負けた。私もスイマに負けそうだったからね。なんとなんとコナン君を見るという技を手に入れました。みんなもおすすめだよ、コナン君。みんなコナン君、コナン君ね、意外とね、結末が気になってね、寝らないよ。おすすめです、コナン君見るの。マジで寝、ね、マジで寝ないの。コナン君見ると気になってね、寝れないの。クレーントンジルさん、キャラクターいっぱいありがとうございます。モノクロさん、シナモンありがとう。トシキさん、レインボースターありがとうございます。お母さんね、タガさん少ないじゃないか。もっと増やしてくれるのかしら。ありがとう。ありがとう、先に言うタイプ。アジシヌクさん、ポチャッコのタワーありがとう。今日この子、君はこの子です。ありがとう。制限食らった、あるある、ありがとう。そうだ、さっきのねミッキリさんのね、シナモンじゃなくて、前メロまだ書いてない。
正義さん、レインボーさん、ありがとうございます。じゃあこれ何の帽子か、猫耳かな。この時間になっちゃうんだっけ。あ、そうなの。30分までが多分リナだけでしょ。あ、まちゃだ、危ねえ危ねえ。前メロの花緑で描くとこだった、危ねえ。花腐らせれちゃうとこだった、焦った。前メロマジで下手だな。なんか本当にこれ前メロなのかな、心配だわ。え、なにこれ、全然違うわ。マイメロだよって書いとこ。マイメロだよって書けばマイメロだから。じゃん、いるかな。あれとキリキリマイさん、マイメロタワーありがとうございます。残留キャラ一通り知ってるの。いや、相当な数おるで。ななみんちゃん、シナモンありがとう、ポリンもありがとうございます、クロミちゃんもありがとう、ゆなちゃん書いたやつ記念に印刷した。あ、本当？嬉しい。野良猫ランドって知ってる？なんか聞いたことはあるけど。明日の配信何時からか、およそでも決まってますか？決まってる。で、一応何時からスタートかだけ言っとくね、一旦ね。5時スタート、8時5分スタート、11時10分スタート、14時15分スタート、17時20分スタート、20時25分スタート、23時30分スタート。この7枠でいきます、明日は。初見さん、ちゆうさん、ありがとうございます。バクトラさん、ちなもありがとう。グッチーさん、ケロッピー、ありがとうございます。三流キャラマジでたくさんあるよ。みんなが知らんだけど、相当おるんだよね。実は。明日は一応、捨て星タイムとかも、もうでも、もうマネージャーさんに私はこの配信でしますって送ってるから、もうこっから変更はしません。見てって言われるので一応見ますけど、これからも変更はしないです。朝早すぎるのでマネージャーさんに送ってます。もうごめんけど。そうですね、三角さんがツイートしてくれてたやつです。ハープスターさん、シナもありがとうございます。鉄石さん、ケロッピーありがとうございます。バクトラさん、レインボースターありがとう。神崎正和さん、シナモンありがとう。コウメさん、クロミありがとうございます。それでいきます。多分来ると思う。鉄牛なのね。 OK、 ごめんね。鉄牛さんありがとう。神崎正和さん、ハート100個ありがとう。キュッ。 G のルーマメンバーコラボでタワー投げてもらってた。私メンバーコラボしたくない。だってなんか私が立つんだもん。私が立つんだもん、ステージには。別にするのがダメとは言わないけど。翔さん、レインボースターありがとうございます。5時、そうでも5時だから、まあ、あんまり無理しすぎなくて大丈夫です。みんな5時は私がただ配信を頑張ります、ひたすらに。バクトラさん、ハート100個ありがとうございます。うなぎ食べたから、そう、うなぎ食べたの美味しかった。ハープスターさん、プリンありがとうございます。そう、でもあれだった、たまに骨あって、なんかさすがうなぎだなって思った。やよちゃん、シナもありがとう。ダメダメ大学院生だから多分起きない。今はダメダメアイドルだけど頑張るよ。まあ私は頑張って起きますので、毎日お上気だから行けると思うが、明日休み。あー、しゃね。
うなぎの骨喉に刺さったら魚の骨まだ未だに刺さったことないんですよ。なぜかというと焼き魚を基本的に食べないからなんですけど。じゅんちゃんハート100個ありがとうございます。わたるさんシナモンありがとう。ゆたかさんシナモンありがとう。じゅんちゃん忘れてました。キュンん全然見えないんだよねこれリボンが。もう一個ぐらいちょっと 縦にしてみようか。あきちゃんも秋も投げようかなって言ってた。申し訳な先輩に。でも私は別にそんな先輩とめちゃくちゃにもう超なんかもう親友みたいな仲いい先輩はまだいないので、同期愛にあふれすぎてペイちゃんシナモンありがとう。テンさんハート100個ありがとう。キュン。そうなので私は一人で頑張ります。みんなと共に頑張るよ。焼き魚食べない骨が大変だから。うん、投げは焼き魚だと思った。あれ焼き魚じゃないの。ヤスプッチンさん、シナモンありがとうございます。プリンクありがとうございます。ヤスプッチンさんクロミありがとうございます。ホチニチないでホチ。何を。アリとキリキリマイさんレインボースターありがとうございます。25分に短縮になってるので捨て干し 4時12が推奨です。でも設定しちゃった。マサルさんかわいいありがとうございます。出禁にはしないけど、出禁にはしないけど星投げ頑張ってもらおうかな。じゃあ次は柳川の元吉。あ出た出た、はいはいはい、岩田屋のね。分かった食べてみるわ。いやでも吉塚うなぎの今日弁当だったんだけど、吉塚うなぎ本当に行きたいって言ってたじゃん。ずっとめっちゃ嬉しかった。吉塚うなぎなんですかって言って、でもずっとまあ選べなすぎてずっとそこにいたら担当してくれてるその人がまだ決まんないんですかってみんなすぐ決めていくの。うなぎとかすき焼きとか全然決まんなくて。ハープスターさんクロミいっぱいありがとうございます。マサッチさんシナモンありがとうございます。ドンちゃん、ケロッピありがとうございます。明日仕事休みだから配信見れる、ありがとう。鉄牛さんケロッピありがとう。小釜さんレインボースターありがとうございます。マサチさんクロミありがとう。でも美味しかった。大地くんポンポムありがとう。バルタン太郎さんクロミありがとうございます。ポチャもポチャじゃないポンポムもありがとうございます。今日めっちゃ豪華だったなペイちゃんシナモンありがとう。タカさんわあクロミタワーありがとうございます。イエイクロミタワーだ、ありがとう。ペン使います。間違えた、危ねー。見て見て見て、今クロミタワーって書こう。クロミタワーありがなんていうの、今いつも何々さんって書いてるとクロミタワーって書こうとした。危ない危ない、クとタが似ててよかった。クロミタワーありがとう。マスタケドビン蒸し出た、なんか聞いたことあるぞ。昨日は警備の人と話した、昨日は警備の人。また大分から会いに行きますね、ありがとうございます。でもやっぱ大分の人多かったな。初見さんじゃなくてその初めて来た人でも大分の人めっちゃ多かったかも。中堅八甲さん黒みありがとうございます。ヒロタカ、あ、黒タカね中堅八甲さんポンポムありがとう。シナモンありがとうございます。終戦範囲内セーフだった、危なかったよ。クロミも難しいんだよね。石竹半ひろつさん、キャラクターいっぱいありがとうございます。勝とわさんクロミありがとうございます。友達も大分から会いに行きますって言ってた、ありがとう。小釜さんシナモンありがとうございます。
マサさんペンライトありがとうございます。何これ、クロミちゃんじゃないんだけど。ごまさん、クロミありがとうございます。いや、じゃあ今日はなんかちょっと違うぞ。実写版みたいになっちゃったんだけど。なにこれ、気持ち悪い。ナイマンハート100個ありがとう。キュン、鎖骨美人、それよく言われるんだよね。すごくないって、こんな出てんだよ私鎖骨。タカさん、クロミタマありがとうございます。クロミ、お前こんなのだったっけ。ショールームって朝早い時間って5時から、ポテトグループは5時から24時まで来てるね。でも実写のクロミってマジこんなんだから、サンリオオタクに叩かれないでしょ。ドキンちゃんの妹、コキンちゃん、コピーの見送りは涙腺が死んでました。私も死んでました、泣きました。先輩じゃない、あ、先輩なんだ。ベニちゃん、ポンポムありがとうございます。グッチーさん、ポンポンポンじゃない、ポチありがとうございます。ポチャの絵描きたいんだよね私。あれしようかな、あのさ、よくさ、いつもさタコやってんじゃん、タコのやつ絵描きますみたいな、あれのポチャバージョンしようかな。ポチャッコ、ポチャッコ大好き。じゃあ今回のイベントポチャッコと頑張るつもりだからね。ピューアップさん、ケロッピありがとう。石竹ハン、ポンポムありがとうございます。ヒロトさん、ビーマンさん、ポチャッコありがとう。ちょっと待って、まだ全く書いてないの。全く書いてないの。ちょっと待って、でも間に合うかな、普通に書くのが追いつくか分かんない、やってみたとして。バクトラさん、ハート500ありがとう。ズキュン、ポチャコバー書くのちょっと一瞬書いてみて、ちょっとどうなるかちょっと見てみたい。ブオさん、誰も100個ありがとうございます。めっちゃ低クオリティなものならできるかも。どんちゃん、ケロッピありがとうございます。クリボーさん、シナモンありがとう。ビバップさん、なんだっけこれ、クロミか。ありがとうございます。あ、4位になった、ありがとう。わーい、頑張るぞー。この程度ならできるかも。この程度ならできるかも。クリボーさん、クロミありがとうございます。バクタラさん、ありがとうございます。でも多分絶対書くの間に合わないから一旦名前だけ書いとくわ。最悪あの明日がなんかツイートに載せるかも、かもしくは明日どんどん見せていくかも。一旦ちょっと書くのが間に合わない、絵描くのが。何個ないだか書いてもらうやつ、2個と言いたいとこですけど、どうしよう、迷うな。クロミちゃんちゃん付けなんなんでだろうね。でもあ、そっか、マイメロちゃんとは言わないもんね。2個にしようかな。ぬいぐるみ隊長さん、
タキシードさんもありがとうございます。10連じゃなくてもいいの？10連はだってきついじゃん。ポチャ10きつくない？だってビューアップさんポチャッコありがとう。まあでもそうなんで、ポチャッコ一つよりね50のやつと10連の方がね高いんだよね、ポイント数が。じゃあ50のやつって何？でも私はポチャが書きたい。かわいい、ポチャッコを書きたい。私はポチャッコを書きたいんだい。クタクタさん、キャラクターいっぱいありがとうございます。50ないの？サンリオ50のないやつないの？サンリオなら何でも10連、すさまじい数になるかな。あ、じゃあペンで書くと大変だからこっちの細ペンで書いてもいい？それならいける。ちょっと待って、バクトラさんのバクトラ細ペンのポチャッコならいける。サンリオの100ゴールドを10連がいいんじゃない？それでも良いならそうします。それにする。サンリオの100ゴールドのやつを10連したら書く。ちょっと間に合わなくな、追いつかなくなっちゃいそう。でも全然無理はせずにという感じなので、全然大丈夫です。バクトラさん、シナモンありがとう。ケロッピ50でもいい。じゃあケロッピ50でもいいんじゃない？鉄牛さん、プリンくん10個ありがとう。今ちょっと LINE を送らせてもらいました。それはまた配信明日のちょっとこと書いてるので、ぜひまあ良ければ読んでて。そう、今送った。多分通知がちょっと配信のこのイベント正直あんまり乗り気じゃない人にとって、多分配信がすごく、配信じゃない、多分通知が明日すごくうざいと思うので一旦書いとこうと思って。バルタン太郎さんありがとうございます。プリン、そう、業務連絡を送りました。ブロックされるよりは通知切られた方がいいかなと思って。ぬいぐるみ大将さん、ケロッピーいっぱいありがとう。ユンユンさん、ポチャありがとう。これインスタに載せようかな、インスタのストーリー。ちょっとツイッターはさ、載せるのがちょっと多すぎて何が何だかちょっと分かんなくなっちゃってるから、ヤスーさんキャラクターありがとう。あ、10連じゃないけど書いちゃった。星さんシュート50個目できたんだ。明日投げた。ありがとうございます。嬉しい。すみさん、シナもありがとう。ひろつさん、ポチャッコありがとう。あ、
すごいポチャッコ 10個のありがとうございます。スミさんシナモン10個ありがとうございます。50カウント参照完了ありがとう。クリボーさんプリンありがとうございます。しみちゃんさん100回目のもありがとうございます。パピプペポッチさんかわいい名前プリンありがとうございます。パピプペポ三角さんシナモンありがとうございます。神崎正和さんハート500個ありがとう。ズッキュン今こんなん。しょうさんポチャッコ10個ありがとう。ありがとう。ちゃんと載せるからねインスタに。最近ねどうやったらねこのなんか私ねその写真これ撮ってね載せるとねあんまこう綺麗に見えないなって思ってたんですよ。どうやったらできるか分かりました。あの明るさを最大限にするとこの黒い部分だけ綺麗に残るんです。メルコさんプリン10個ありがとう。そうそれを知った瞬間私の世界は彩りました。もっとまあ白黒なんですけど画像はなんかその方が色がちゃんと強調されて見えるっていうのが分かってえみたいな。革命だよ革命。チョクさんシナモンありがとう。わおいっぱいハート来てる。サイドとコントラストの調整そうめっちゃ大発見マジで。これでみんなに見せやすくなったと思って。なんか普通に写真撮るだけで影とか入るじゃん。あんま綺麗じゃないじゃん。どうやったらいいんだろうって思ってた見つけたよね。びっくりしちゃった。世紀の大発見です。シューミーさんバツマルくん10個ありがとう。バツマルくんってなんかさ地味にちゃんと人気あるよね。バツマルかわいいっていう人配信結構いるし確かにかわいいけどさ一時期私何にハマったっけ、まあ、シナモンにハマる時期もあって今ポチョッコでしょ。タキシオサムにめっちゃハマった時期あったな。あシュウミさんタキシオサムも10個ありがとう。神崎雅一さんハート1000個ありがとう。わおビッグラブ。今こんなん男の子バツマルくん男の子バツマルくんなんだ。でも確かにそうだよね。見てかわいい。これみんなアイコンできるんじゃない色塗って。ポムちゃんにはハマってあげてください。ポムちゃんはねなんか結構周りにポム好きな人が多くて例えば今だったらさやまるさんとかなんかだから逆になんかハマなんかなんていうんですかね押しかぶりじゃないけどめっちゃハマるわけじゃないかったかも今まで。バッとバツ丸くんでしょ。マイメラノーマが好きだよりな。あおいちゃんキャラクターありがとうございます。マイメロのママってママが言ってたわってすぐマイメロが言うのラーメン、クロミちゃんいっぱいありがとう。
くろみ。まだ毎日本当やった。滝沢さんの推しです。滝沢さんも可愛いよね。私パチンピン持って、パチンピンっていうか前髪止めるピン持ってるぐらい可愛い、好き。エスプッチンさん、シナモン10個ありがとう。まだいないね、この中に、このポチャッコ軍団の中に。タカさん、おお、ポチャッコタワーありがとう。わーい。ちょっと後で書くようで一旦取っとくね。ありがとうございます。うん。嬉しい。なんか嬉しいな。なんか別にこれをしてくれたからなんかってだけではないけど、なんかイベントに協力してくれてるとは愛されてるんだなってめっちゃ思うよね。まこっちゃん、シナモンありがとうございます。クロミが前メロに勝った、今まで勝ってなかったっけ。タカさん、しかも2個タワーありがとう。ストックのポチャ作っとこうかな。いや、でもいいや。次どのポチャ書こうかな。ペン使うね、こっちの。トミーさん、あ、待って、先にそっち書こう。トミーさん、プリンくん10個ありがとう。ビエルちゃんちでモカちゃん、サヤマラ、アカリちゃんゲームしてる。あ、そうなんだ。私もじゃあゲームした方がいい、なんか。だってなんかゲームしてたら遊んでるって思われそうなんだもん、一人で。ひろちさん、キャロッピーありがとうございます。私にはね、みんながいるからいいんだよ。ねえ、3000人、あ、40分も経っちゃったんだ、もう。でもあれじゃないの、どうせさ投げるならさ、やっぱ読んでもらいたいって思うんじゃないの、みんな。だから私は読んでもらった方がいいのかなって思ったけど、そういうわけでもないの。西プーさん、シナモンありがとうございます。そんなこと言われたら好きになって、好きになっちゃうっていう人いるけど、いや好きじゃないんかい。もう好きでしょ。あれ、やっと気づいた、この感情的な。ひろちさん、バトナルありがとう。ミスターヒトさん、フォローありがとうございます。もう好きやろ、さすがに。そんなことある。ヒッチッチさん、ケロッピー10個ありがとうございます。グッチさん、いいね、ありがとうございます。さすがに好きでした、ごめんなさい。しゃーなし。待って、誰かさっき10連してくれた人いるんだけど、何かを、待って、書いてない気がする。誰だろう、ちょっと待って。グッチさん、いいね、ありがとう。上に行けるならそれでも構わん。
さあどうですかね。岡本ちゃん100回目の褒めありがとうございます。鈴木さん100回目の褒めありがとうございます。ダメ？頼りすぎたら他の子にも頼った方がいい。今こんな感じ埋まってきた。しゅんさん、おしなもありがとうございます。ぐっちーさん、とうとうありがとうございます。エズマッチさん、キャラクターありがとうございます。まあでもファンの方からしたらやっぱね、他のファンの方のその星とかを頼った方がそれはね負担は減るから、そうした方がいいかもしれないけど。初見さん、カーレッチさんありがとうございます。ヨシオンさん、シナモンありがとうございます。キタロウさん、バツマルくんありがとう。わーい、ちょっとポチャッコが入りきれなくなってきたんで全然違うとこ書こうかな。でも私嫌なのが、どうせ負けた時意地を張んなければって他のファンの人に言われるのがムカつく。私のファンに言われたら別にいいけどさ。まあそうだね、ごめんねぐらいでなるけど、他のファンの人に言われるの嫌なんだよね。そう言うなら言う前に来てくれよっていう軽いごめん。すねいや分かんない、言われるか分かんないけど、私のファンの人は多分それでなんかしょうがないよね、でも頑張ったよねってなると思うけど、まあ他のファンの人からしたらもしかしたらさ、そこで意地張らなくてなんかね、誰々ちゃんのファン、誰々ちゃんとかと配信してね、そっちのファンの方に投げてもらえばよかったのにとかなんか思う人いそうじゃないですか。あみちゃん、キャラクターとキャロッピありがとうございます。クラウスさん、シナモンありがとうございます。ポムありがとう。ピオちゃん、フォローありがとうございます。クロミもありがとうございます。うわ、また足の裏カサカサだ。今日も足の裏カサカサなんだけど。クラウスさん、キャロッピありがとうございます。でもね、今日私ね、お話し会、おしゃべり会でめっちゃ嬉しいことがあって、なんかそう、初めて多分分かる人は分かるかもしれないんだけど、誰のことか、ちょっと待ってよ、七耳アワーさん、ほらありがとうございます。そう、なんかめっちゃ嬉しいことがあって、その私のファンの人と雅のファンの人で1日目のおしゃべり会の後にご飯行ったらしいんですよ。その時に初めてそういう会に参加した人がいるっぽくて、で今日の おしゃべり会でなんかめっちゃ楽しかったって言ってくれて、なんかすごいこうなんていうの、みなちゃんのファンの人のなんかそう一緒にご飯食べてるのがめっちゃ楽しくて、なんかすごいなんか嬉しかったみたいなのをすごい報告してくれた人がいて、嬉しいなって思いましたそう、よかったねよかったね。クネちゃんのオタクと飲みたい。飲みなよ飲みなよ勝手に適当に言ってるけど飲みな。そう、喋りすぎたので心配してました。本当？でも全然なんか楽しかったって言ってたよ。未だに整体院入るか悩んでる。え、本当？全然入んなよ。なんか何もできないから整体院入るか迷ってるって言ってる人いるけど、多分あんまり何もしなくて大丈夫だと。特に女の子のファンの子とかはなんかデザインとかは多分女の子だから任せれるかもしれないけど、自分センスないからどうしようみたいな、入ったら頼られちゃうかなみたいな言ってる人いるんですけど、できないことはできないって言えば多分大丈夫だと思う
だからあんまりそこ気にすぎないでいいんじゃない。例えばこっちはピンクか水色どっちがいいかなって言われた時に、うん、水色かなとか、なんかそのぐらいでいいんじゃないかな多分多分ね。HSU さんさん、100回目もありがとうございます。何もできなくて大丈夫ですって言ってるよ入って見てるだけで大丈夫って言ってるよ。あ、1人増えました生誕員増えましたありがとうございます。アンケート答えるだけでも OK ってよ。 W さん、ケロッピ10個ありがとう。全然なんか気にしなくて大丈夫っぽいよ。もぐもぐパクパクさん、プリンクありがとうございます。あ、やばい、入らなくなっちゃった、ついに。ちょっと後で見せるね。よいしょ。あと配信12分かな。でも私配信とさ、おしゃべり会の態度が違いすぎてさ、態度って言うとなんかちょっと態度悪いみたいだけど、配信がなんか態度っていうかこう様子が違いすぎておしゃべり会の方が安心するって言われました本当なんかおしゃべり会もっとなんか可愛い感じらしいよ。バルタン太郎さん、ポチャッコいっぱいありがとう。書いてる。ファンは推しに似てますか。そうなのかな、私のファンの人って私に似てんのかな、どうなんですかね。フェイちゃん可愛くて話したいこと、大丈夫、話したいこと飛んだ人めちゃくちゃいるからね。もんキャロッピありがとうございます。マジでなんか話したいこと飛んだ人もいっぱいいるし、あの話したいこと考えてないですって人もいっぱいいるし、いろんな人種がいました。面白かった。今日もノープランですって言って、話を考えてきてって言ってんのに。シュウさん、ケロッピいっぱいありがとうございます。アオイちゃん、ケロッピありがとう。しゃべり会はアイドルしてる、そうやで。ケロッピー隠してごめん、いいよ、いっぱい隠しちゃって。ゆかさん、ケロッピーいっぱいありがとう。しげぞうさん、初見さんありがとうございます。チャリチャリの話しまいね、大した話じゃなかったしかも葵ちゃん、ハテッカやっとう。キュン、明日の配信頑張るね。頑張って起きちゃうよ、りなちゃん。なちゃんに怒られることあるんですか。そんな怒ることしないけどな、優しいから。あ、気づいたら5位になってる気づいたら5位になってたしかもママ、誰4位、強ない、全体的にすごいね。なんか今大変だね。話したいこと整理してループで細切れに思い出しながら話してます。そう、いっぱい来てくれるけどいっぱい話考えてるから偉い。私はおしゃべり会で怒ることないよマジで。4位見るんじゃないの今、マジびっくり、びっくりな。おめっちゃ有効じゃん、びっくりな。
話考えたことない。ちょっと努力をしろ。3位まで11万くらい。ギルスさん300回目のおめでとうございます。1位と2位が逆転した。ああ、そっか、なんか言ってたね、さっき。ゆかさん、なんだっけ、タキシードさんもありがとうございます。いえ、イベントって怖え。ショールームのイベント怖え。だってこんだけ最初追い上げたのにこんなに話されるんだよ、もう怖くね。何、誰がどう投げたらこんなことない。いや、怖いのは分かってたけどさ、なんかなんていうん、タワー4本で3位から5位まで団子。あー、そっか、え、そうなの。いや、なんかさ、ゆかさんレインボースターありがとうございます。あ、なんだっけ、言いたいこと忘れちゃった。あ、そうそう、ポップティーンの時は正直まあ頑張ってたのは頑張ってたんですけど、やっぱ強すぎて、上の方の人たちがあんまりこう最後の順位争いっていうのはできなかったんですよね。最後の順位争いの上位のメンバーとかまではいかなくて、まあ最終的にもありがとうございました、頑張ったねぐらいで終わったんですよね。そう、だからなんか5人、そのなんかトップ5とかがさ結構バーって争うじゃないですか、最後の最後が。それが長いないから、やったことがショールームの場合は。だからなんかすげえっていう。めちゃ立候補した中でも頻度ナンバーワン。そうよ、今日911日目よ。結構頑張ってんのよ。そうよ、もうちょっとで1000日なのよ、あと89日で。日進月歩さん、ケロッピーありがとうございます。僅差激戦って感じ。まあでもそうだよ、だって最初さ配信始めて20万あってもさ、みんながちょっと頑張ってくれてさ、ひっくり返すって言ったわけだしさ、ってなってくるとやっぱちょっとのあれで変わってくるのか。まあそりゃそうか。やっぱでもその倍っていうのが強いよね、10連の合ってないようなもんだもんね、ポイント差が。ゆうさんほらありがとうございます。ね、それもね、そうだよね。心ちゃん、シナもありがとうございます。りなちゃん頑張ってるよ。自分で言いたくないけど、りなちゃん頑張ってるよ。みんなも頑張ってる。でもみんなも頑張ってる、どっちも頑張ってる。ひろちさん、ポチャッコありがとう。クエストカード集める手間があるけど、まあね、星投げたりとかね、いろいろなのでポンポンポンってなっちゃうからね。作業家かなんかもらえたりするのかな。多分この上のシナモンロールとか、これを達成したら多分なると思う、もらえると思う。マングースさん、プリンありがとうございます。皆さん、このイベント配信は9ヶ月。そうなんだ。なんかでもインスタライブやってるイメージあるけどな、先輩方って。私は結構毎日配信のショールームの方だけど、逆に私インスタライブ一回もやったことないもん、先輩方と違って。私はショールームでやってて、みんなは結構インスタライブ結構頻繁にちゃんとやってるイメージがあるから、まあそう、まあ毎日ではないけど、でもあれだね、そう考えるとって感じじゃない。みんなちょこちょこ頑張ってるって感じではあるよね。たくのりさん、ペンライトありがとうございます。 TikTok ライブ、え、やだ、TikTok ライブやって増えると思わないし。TikTok ライブって何が楽しいの？順位見えないラビリンスみたいに、ショールームリアルタイム。まあね、そう、結果出るまであれだもんね、ラビリンスは分かんないしね。ゆたかさん、シナもありがとうございます。この書いてるポチャッコは後で全部インスタに載せるね。だからちょっと配信終わりはちょっと見せずに、そっちに載せるんで、そっちで確認してもらえればと思います。団結力は一番。団結力は一番だから。
ちょっとのその開き方ね、やばいよね。5人全員、まあそうはいかないのがイベントだからね。森ちゃん、シナもありがとうございます。みんな配信してるしね今。でも明日の星集めみんなで頑張ろう。みんなも絶対遅刻しないようにマジで寝ないから今日の夜。あの一回の配信終わったら寝る。シューミーさん、うわーポチャッコンタワーありがとう、ありがとう。ちょっと名前とあれだけ書いとく、明日には書くね。ありがとう。いやん、シューは何人なんだから。でも3人ってもう言っててのこれだからね、しゃあないんだよ。在宅勤務にしておいてよかった、ありがとう。頑張ろうね。58杯やばい、ランキングなきゃ。13位ゆかさんありがとうございます。12位ゆたかさんありがとうございます。11位ありときりきりまいさんありがとうございます。10位鉄牛さんありがとうございます。9位元隊長さんありがとうございます。8位ラーメンありがとうございます。7位タモちゃんありがとうございます。6位バクトラさんありがとうございます。5位翔さんありがとうございます。4位ブラタン太郎さんありがとうございます。3位ひろつさんありがとうございます。2位ジシヌクさんありがとうございます。1位タカさんありがとうございます。5時間後にそうだね、ひろつさんポチャッコありがとう。HKT チョエソジさん花束ありがとうございます。ゆかさんキョロッピありがとう。ぐっちさんお疲れありがとう。みやさん、シナモンありがとうございます。キャロックニさんありがとう、ありがとうございます。マジオール、うん、お風呂入ってオールです。5時までは寝ない、で5時の配信終わってから寝ます。ありがとうございました。みんなは一旦寝るんだよ、私は起きれないから起きとくけど。そう、安全第一健康第一、それ市村愛理やないか、市村愛理やないか。5時配信、5時から始めます。最初はみんな頑張ろうね、星集め。おやすみなさい、僕は寝る。過ごし4時12分とかじゃなかったかな、ね、気持ちゆっくり休め。